今日は一人みたいです遅れました。あ、皆さん開けました。開けましたね。開けたね。ね、開けた、開けた。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、いきますよ。はい、みなさん、静電気せーの、みなさんこんばんは。はい、乃木坂46の猫舌ショールームが始まりましたよと。はい、この配信は月曜から日曜まで毎日9時から日替わりオーナーが番組をプロデュースしていくすぐ食べられないくらいに熱いホットな番組です。そして水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。タイトルはせーの、できるかな乃木坂46。はい、ということで今週はこの2人でお送りしていきます。渡辺ミリアです、よろしくお願いします。はい、北野日向子です、よろしくお願いします。はい、ということでひなこちゃんは初めての登場ですか。猫舌なんで ね、猫舌なの。猫舌なのに初めてです。あれ、うん、私猫舌じゃ…噛んじゃった。猫舌じゃないのよ。でも猫舌ってあれ結局舌が弱いせいらしいよ。そうなの、舌弱い、うん、舌の使い方が下手くそだから猫舌なんだって。え、じゃあ滑舌悪い人は猫舌なの。それはまた違う。あ、うん、そうなんです。はい、ということで、あの、まあまあまあ、あの、説明していきます。ちょっと早口でいきますよ。はい、この番組はショールームの機能を使って皆様にも参加してもらいながら楽しく過ごそうという番組でございます。右下に、右下右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしていきましょうと。ということで今回作っていくものを見ていきますよ。今週のお題はこちらでございます。新成人のメンバーにプレゼントするお酒のラベルを作ろう。はい、新成人は7人ぐらい ?8 人ぐらい7人ぐらいいる。7人じゃない、うん、7人かな。まあ、ということ…あ、7人でした書いてあった、書いてあった、はい、新成人を迎え7人のメンバーのために、お酒のラベルを作っていきます。えい、自分たちでデザインしたラベル、私たちがデザインしていいんですか。え、でもメディア上手だから。そうかな、うん、ひなこチップしか書けない。チップでいいんじゃない、うん、あ、そうしようかな、うん、ということで放送中にわからないことは見てくださっている酒屋さんいるかなにコメントでお酒のラベルを作ったことがある方どうか。あ、でね、まだまだあるから、初めてショールームを見る方のためにコメントの説明をします。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要なので、まだの方は会員登録をお願いしますちなみに右下のツイッターマークこっちを押すことでこの番組をツイッターで拡散することができるんです。へー、星のアイテムももらえるんだって。へー、たくさんの方に見てもらいたいのでぜひ。今なんか一人のことテレビでやってるよってやってください。シャンス、拡散するとアバターさんに鳥さんマークがつきます。わー、今ついてるんじゃないの誰か。ということでこれから2時間。あ、じゃあ鳥さんマークついてるよ。ついてるでしょ。うん、もうそういう人たちはもうすごいのよ。ツイッターのツイッターマーク、うん、っていうの。はい、行きます。さあ、これでは今回あ、なに、うん、なんだよで今回のテーマお酒ラベルということなんですけどほら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 だだ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 。さあ、やってくよ。えい、シャンス、ちょっと椅子前にやろう。これね、言わないでおいたんですけど、皆さんお気づきですよね、私のファンの方は。あと、こっちから聞くで。そうなんです、実は写真集のね、ショールーム配信してる間限定の特典で、私実は消しゴムハンコやってるんですよ、ショールームで。大吉とかでしょ。大吉、中吉、京都、チップとトナカイ。そのね、トナカイの消しゴムハンコ作ったアバターができたんだけど、ほら、あれトナカイ全部。あれ、ひなこが作った消しゴムハンコのトナカイ。上手じゃない。消しゴムハンコの才能はものすごくあるということは証明されているわけです。さあ、今日参りましょう
楽しいね。私を持ち上げといてしょっぱなでもう何なのこの子本当に。じゃあ行こう行こう。じゃあ見ないの、ね、汚いね。なんかうるさいよ、はい、えそうじゃあ教えて私に。行こう行こう。まずこちらにある消しゴムを、じゃあこれなんかさっきねメインがどうとかって言ってましたけど、うん、メインはこの大きさのハンコになるみたいなんで、メインはじゃあミリアちゃんが、やっぱひなこそのなんか周りをガヤガヤする系の方が得意だからさ、うん、そっち担当するから、うん、メインのど真ん中に来るやつはミリアがやって。え、あえそれ私いつもちょっとマイナスに捉えちゃうかもしれないけど、それであれ、あれ私大変なやつ任された今うーん、いや大変さで言ったらそんなに変わらない正直、うんうん、でもハードルの高さで言ったら私の方が高いねこれ、まあ、真ん中に目がつくからまあ確かにねちょっとだけ、そうなんだよね、うん、まあ、やってこう。ういっ、ういっこういう感じか。なんででもさ粛清、滑るとこ滑ること言いそうになっちゃった、やめとく、うん、やめとく。なら、でしょ、その一人一人に向けて書くの、それとももうみんな同じ、いや、もうみんな同じラベルだから。真ん中に書くやつは何にするか、じゃあ二人で決めようか。そうだね、見てみようか。あれ、あ、いたいたいた。あ、やひなこと同じ寒いこと言ってる人いる。え、誰誰誰誰。え、祝星人だけどひなこたち宇宙兄弟じゃん、だから星優の星を星にしたら面白いんじゃないかなっていう。でもそういう人いたよ今。祝星人の星が星の人いました。そうひなこが言わないでおいた滑るやつだったのに。滑るって言われてるぞ。あ、そう、髪型今日お揃いなんですよ。気づいたよ、みんな、うん、みんなじゃないわ、ひなこがメディアの真似したの。そう、ね、早く作ろう何がいいかね。いいんじゃない、その新成人も良いよ。新成人面白いよね、うん、だって私たちが作ったって感じになるじゃんね。祝星人がよくない、新星人だと本当になんか新しい生物のなんか星から来た人みたいな。そう、ね、そうしよっか、うん、これでもひなこのネタだから決して皆さんが言ったからとかじゃないです。私たち2人が決めましたね。ね、しゃあ、よし、自信持っていこう。いくよ、えい、これに下書きみたいな感じでやってくるのか。うん、書いていくよ。その大きさで平気だ。いえ、大丈夫っす。いきます。はい、あ、でもミリアのオリジナルキャラクターのあの人も書いてあげてね。お、早いね。そして大きいね。なんだっけ、あ、この顔だっけ。え、そんな顔じゃない。え、鼻なんてあったっけ。あったよ。大きい、紹介してあげて。私のキャラクター村長です。これね、1年前ぐらいはずっと村長村長って言ってたんですけど。いいんだよな、ね、可愛がってあげてください。うちの村長お願いいたします。これって裏にもできるんですか、前だけですか。じゃあこの村長絶対大きいと思う。じゃあちょっとちっちゃく描くね、後で、うん、じゃあもちろんチップ描くね。いいよ、チップ描きな。これさ、新成人の皆さんにあげるのに私たちのラベルじゃん、もう。いやでもね、どう、新成人の字どれ、こんな感じです。見えるかな。いいじゃん、倍宇宙兄弟って書いとこう。じゃあこっちに書くね。うん、あ、なんか何違う、なんだろう、産地的な感じがいい。そこ産地みたいな、あー、なんか何県産みたいな。そうそう、どういう感じなんだろう、酒って。なんかそこ山梨県産みたいな。そこで取れた、そう、そこで取れた。なんかいや、何す、あ、宇宙人、宇宙人じゃない、宇宙人、宇宙兄弟さん、宇宙兄弟さん、宇宙兄弟。じゃあ宇宙兄弟直伝にしな。直伝って教えてることになるよ。直伝っていうのは直接こう教えるみたいなもんよ。じゃあ宇宙兄弟絞りたて。私たち絞られちゃうの。じゃあ稲子たちが絞ったってこと。ああ、
ちょっと動揺動揺しちゃった椅子が動いちゃったよくない？なんかそれあのお酒っぽくないとかよくない？牛乳パックっぽくてよくない？あ、またご視聴しました。ちょっとチップ今日うまく描けない。それ消しゴムじゃないよね。消しゴムハンコのやつだから。ちょっとこれにそうだっけ、うちって宇宙兄弟。なんで宇宙人って書きたがるの？いつから私たち宇宙人？うん、合ってる合ってるよ。えちゃんがこう、なんか生配信だとさ緊張するんだよ変に。あれ合ってるよ宇宙運動で。なんでなんでなんで兄弟なんで。あ、合ってる合ってるよ。兄弟絞りたて、絞りたてかける。なんだっけ、さんずいのやつ。え、さんずい人面かな。なるほどね。そう、そうでした。絞りたての感じ。あ、底辺だ底辺。こうだね。オッケーオッケーオッケー、うん、あ、私の、はい、よし。これね結構掘るの大変なんだよ。あ、そうなんだ。ひなこはあの字が浮き出る方と字が浮き出ないで周りが色つく方とどっちも作ったんだけど、うん、簡単なのはもう字を削っちゃうの、うんうん、その字を色つけたくないタイプにすると字じゃないとこを全部彫んないといけないからちょっと大変。なるほどね。え、これどっちパターンの話してる？これこれは字だけ浮き出る。でもいいんじゃない、そっちの方が。どうでしょう。画面を通してひなこも見るといい。どう、え、いいんじゃないかな。いい、うん、じゃあこれでいくわ。いいね。もうほらいいじゃん、いいじゃん。よし、大地の空に囲まれも続く。これだ、いきます。わ、ちょっとなんかかっこいい感じにして、あのふっ、オッケー、あの止め払いみたいなのがあるやつでしょ。あ、それそれそれ、上手上手。緊張する。うわ、怖い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 。キャー一緒にレコーディングだったよね。そうだね。よし、見て、チップ今日控えめ。あ、そんなちっちゃく？うん。歌ってるとこ？歌ってるよ。あ、いいんじゃないですか。絞りたてが入らない。あ、でもこれをこう、なんか、そうそうそう、つむじ配信って言うんだよ、こういうの。何回も言われた、ひなこ。自分でショールームやってるとき、つむじ配信してんなって。そう、ずっと作業やってるとね、つむじ配信って言われる。ギリ入らないかもしれない。あ、でも、ジンを上にすればいいのか。入ってる。あれ入ってる。ちょっと手順に書けない。これに入るべきだった。こういうことですか。
し、そうそうそう、あ、はい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 、色か、あ、じゃあ大丈夫ですね。みんな何か質問ありますか？ちょっと眠くなっちゃった。あれれ早いね。ちょっと眠くなった。あと2時間あるよ、ひなこちゃん。じゃあちょっとひなこ寝ようかな。寝ていいよ、一回寝な。これをね、眠り配信と言うんです。わーそれは困った。それをね、なんかチップ横向いてるみたいで可愛くない？バランス悪いだけなんだけどさ。そうね、なんかでもやっぱチップだから上手ね。ほんと？うん、あ、いつの間に。もう一回ちょっと書いて、ね、でもちっちゃければちっちゃいほど、うん、さあ、掘るの大変じゃない？ドレッシングペーパー白いやつ。え、ドレッシングペーパーって言うんですか？違う、トレッシング。あ、トレッシングペーパー、ドレッシングペーパーって言っちゃった。これにまた美味しそうだ、ね、緊張する。ドレッシングペンパー、ペンパー美味しそうだね。美味しそう、うん、しょっぱそう。あ、しょっぱそう、うん、イタリア料理のようにする。焦っちゃう、焦っちゃう。この太さをもう、あー、なるほど、はい。すごいスタッフに助けてもらっちゃってる。うん、よし、チップ印刷いきます。一回やってからあいちゃん。ちょっと今コメント拾おうかと思って見てんだけど、なんかみんな、なんかサラダにかけるドレッシングは、うん、そのサラダの種類にもよるね。あ、そうね。じゃあやめよっか。そう、私はね、ちなみに来年成人ですね。お、誰と一緒やっけ？葉月とか？うん、ももちゃん、もも子か。やばくない？じゃあ今年二十歳なのね。そう、早いね。早いね。うん、あついついやりたくなるよね、こういうの持つとさ。何をやホラー映画に出てきそうな。こんな短期間に消しゴムハンコやると思わなかった、人生で。だって消しゴムハンコなんてやらないよね、やらないね。学校ね、あるないあるだろうね、多分。うん、なんか消しゴムハンコと縁があるのかも。そうだね、うん、消しゴムハンコ職人になれば。え、でもすごいセンスないからな、それは。ちょっとどっちパターンでいこうかな。手切らないでねって。そう、ひなこ彫刻刀でね、手切ったから、中学3年生の時に。なんだ、ここ、ほら、ほんとだ、刺したの。ペーパーナイフ作ってる時に。あんな気づかないでずっとやってたの。そしたら、うん、ここがなんか濡れてきてるから、えと思ったら自分の血だった。ね、なんで気づかないのかな。かわいちゃったやん。え、困っちゃったやん。前に座ってた男の子マジびっくりしてたもん。でしょうね。何も言えてなかった。え、どっちで行こうかな。あのトナカイ系の縁が出る方にするか。私は初心者だから分かんないな。こういうのって作る人やっぱいるのかな、自ら。妹とかでやるよね。あの時は焦ったわって言ってるよ。ひなこの誰誰びっくりした少年が来ちゃったいないよ、いないいない、絶対嘘だ、そんなそんな嘘だよ、やめなよ。あ、出た、このね、北野の父です、北野の母ですっていうの流行ってんの。なんで知らない、面白くないよって言って。面白くないよ猫は面白いと思ってるよ。おい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 メディア眠たくなってきた。
これ終わらせなきゃいけないんだよ、今日やることいっぱいあるから。だから早く終わらせて寝るみたいな、そういうのもあり。じゃあ今から20分以内に絶対終わらせよう。 OK、 いける？うん、ひなこは余裕だって、チップ削るだけだから。ほんと大変だなそれ。私続く。あ、来た。ほんといい歌だと思う、うん、あ、ごめん。出る ここだよね、夢どき。夢どき今のだって次踊っちゃったらサビっちゃうもんね。そうなんだよね。うわこれ難しいな。あれごめん踊っちゃったね、うん、このダンスやっぱ気持ちいい。踊ってわかるわかる、いいよね、うん、この踊りまだ見てない人ほんと見てほしいね。みんなの熱もすごいよね。ね、でもこれ次やんのいつだろう。あれこれ帰り道の予約っていつですか？3月。え？そうなの？うん。え？だからバースデーで やるならやるけど、どうだろうね。確かに。まだ分からんね、うん。その辺まだ分からへんね。そうなんよ。どないしよう。踊ってみる？とりあえず。なんか猫舌みんな踊ってるイメージあるんだけど。え、そうなの？うん、私踊ったことないんだけど。嘘。でも踊りたい。モニモニダンスやってたよこの間ももこ。モニモニダンス。モニ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 。うん、わかんない、よくわかんないけど。モニモニダンス。ももこが楽しそうだった。なるほど。うん、よく見かける。うん。楽しかったねアンダーライブ。ね。やばい、消しゴムハンコの大変さを思い出してきた、ここに来て。手が手ここマネージャーさん超バカにしてこない？うん、わかる。そこみんなバカにしてくるよね。ね、みんななんか喋って。私ね、うん、あのね、うん、あれよね、あの旅行行きました。お、家族旅行行きました。いいじゃないですか。どこ行きましたかと言いますと、おい教えません、でもひなこちゃんには言ったもんね。うん、どこ行ったか知ってる。ひなこはそう、ひなこちゃんには言ったの。でも皆さんには秘密。やったやった、遊び道具が増えたよ。何それ練り消し。懐かしいこの匂い。ひなこちゃんはどっか行かなかったのって言ってるよ。行かなかったよ。行かなかったって。あまり好きじゃないからね。家の中で家族でダラダラするのが一番好きな。でもそれが一番結局いいよね。これでカスタルだって。そうなん？うん。なんだ。あ、あれもう削ってるし。でもね、超時間かかるよ、これ。何それ。声
この歌大好き。できたよ。どれ？太く？もうちょっと太く。おいけるかな？私こういうのできない。いけるかな？いけー。なんかもうペンで書いちゃえば。え？映らないのか。そうだよ。でも結構濃くやんないと映んないよ多分。何回もそこなぞって、ひなこ映らなかった。一回しかやってないから。だからもう直接書いてよ、消しゴムに。ワイルドだろう。ワイルドだね。ワイルドだね。やっぱ一回やった子が隣にいるといいわね。消しゴムハンコ？うん。え、そんななんか、え？頼りにしてんの？うん、頼りにして。そんな頑張らなきゃいけないじゃないですか。頑張っちゃうよ、よ。なんか頭痛してきたな。なんでだ？なんでだ？眠いからかな。あれ？やっぱちょっと寝かせてもらおうかな。そうだね。うん。配信で寝た人とかいる？いないね。じゃあやっぱここで伝説残していこうか。そうだよ、私たちは今日伝説を残すんだよ。もう二度とないよ、二人で配信。だって宇宙兄弟だもん。そうだよ。あの猫舌の、うん、わかんない、私が名乗れるあれじゃないけど、猫舌のスタッフさんって優しいなって感じるから、だから何しても許される感あるなって。今のうち言っといて寝かしてもらおう作戦だろ。そうそうそう。あ、そうそうって言っちゃった。だだだ。じゃあでもね、本当にね、なんかあの私一回ね、うん、あのすごい鼻がね、うん、鼻がそうテカテカしちゃって、それを直しに行きたいなと思って一回吐けたのよ、うん、生配信中に、うん、何も言わないんだもん、スタッフ。優しいのもね。いや多分寝ても大丈夫だよ。本当？うん、なんかね、スタッフさんね、あのよく上に出てくるテロップみたいなやつでね、うん、あの結構あそのやってくれるのよ。だからその寝てる私たちが、じゃあちょっとやってください。で私たちが寝てる間にそ の, そのえ今で今できますか？今テロップできるんですか？じゃあなんかかっこいいの言ってます。なんか宇宙兄弟ここに。あそれはちょっと違った。じゃあ宇宙兄弟ビッグバンを起こした。うわあ強そう強そう。待って、こ何がいい、ココ何なんで、待って待って、宇宙兄弟ココン。宇宙兄弟ココンってこれ誰がやったの？いや僕ですみたいな。何を打てば得点だね。会話できるじゃん、ここですぐそこにいるのに。わざわざそれを通して。そうそうよ。何打つ、何がいいかな。何がいいんだろう。なんだろう。北野の父です、渡辺の母ですわ。面白くない。やろう。いや、やろう。私たちがやるわけじゃないんだよね。ここ頑張ってやってくださるんだよね。そうなのよ。だから期待をして。なんか大変だわ。終わるかしら。終わんない気がしてきたよ。よいしょ。あ、近づいた。あハッシュタグ宇宙兄弟うるさいだって。待って、でも来たの過去父、渡辺過去は面白いじゃん。いい、これすごくいい。消えちゃうのこれ。いい、どういうこと、消えちゃうって。消えない。私たち家族。なるほどね。結婚してるんだ。そうなっちゃうみたいになっちゃうのか。そうなっちゃうみたい。でも面白くない？うん、なんかそういうことにしてみる、うん、じゃあ。これさ、今見た人はさ、こっちが渡辺でこっちが来たのって思っちゃうよね。いや、そんなひどくないよ、きっと。
知ってる人しか来ない。そうだよね、うん、いや分かんないよ、もうなんかめっちゃ暇で見ちゃったみたいな、うん、いやなんだこいつらみたいな、うん、見てみっか。今普段なら何してるかな、時間帯に。この時間私だったらお風呂入ってるかも。ひなこお風呂まだ入りたくないなって思ってる時間。あーそういうタイムあるね。まだ YouTube 見てる時間かな。私お風呂の中で見ちゃう。お風呂の中でも見るんだよもちろん。でもお風呂って10分以内に上がった方がいいらしいよ。え、私2時間ぐらい入ってるんだけど。いやお風呂はね結構危ないらしい。なんかあんま浸かる、お風呂に浸かるっていう文化がね海外にあんまりないのよ。へー、だからね日本人が一番死亡率が多いのお風呂の中で。怖い。そう、なんかそういうのね結構詳しいから。本当詳しいよね。なんか、うん、どっからその情報を得てきたのっていうぐらい知ってる。真夜中真夜中寝れない時に調べてるの。そう、急に気になってできたかも。あ、まだまだ周り削らなきゃいけないんだった。これ誰が歌ってるの分かんない。いくちゃんの声聞こえる。ん、私好きな感じの曲調だよ。ミリアと一緒にあの曲やりたいんだよね。孤独兄弟と思いきや。え、この間話したじゃんこの曲やってみたいねって。私の記憶あれ、あ、忘れたんだ。じゃあいいよ。ごめん、本気のやつやっちゃった今びっくりした。あみんなには秘密だけど。うん、みんなには秘密だよ。できたよ。ほらいいじゃないですか。いこれを、え、こんなグループいなかったっけ。大丈夫、いないか。いない、いる。え、なんか確認してる。え、これをこのまんまですか。あ、こっちじゃなくてこう。グーッと押した方がいいよ。おら、おぬしそのね、する音すごい苦手なの、ひなこ。え、ごめん、いいよ。あ、いれれ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 れ。あー、私は今ここにいたよよ、イエーイ。この歌誰の歌、誰が歌ってる。すごい気持ちよさそう、歌うの。うわすごい、上手。そんな上手にいくと思わなかった。適当。逆逆これを、これですか。周りを削る。大丈夫だよ、ちょっとミスったくらいでも。やっぱなんか新成人って大事にしたいじゃん。え、こうですか。うわ、これをさ、会社でやってる時にさ、今野さんがさ、うん、彫刻刀の持ち方指導してきた。危なっかしいのって言ってなんかね、難しかった。え、今野さん両手で彫刻刀を支えるからね、うん、あの消しゴム押さえられなかったから却下しといたっけ。でも、あ、却下しちゃったんだ。そう、え、これ難しいな。みんな唐突に今野さん出てきたからびっくりしてるよ。なんで。でもみんな結構今野さんの話するから。本当、うん、今野さんやめてって言われてるけどだけとりあえず。なるほど。うわー、なんか
なんだっけこれ。あ、分かった。この歌、みなみちゃん入ってたから、あすかちゃんとみなみちゃんと、よたちゃんとみずきのやつじゃない？あ、なるほどね。初めて聞いた。この間全役で流れてたんだけど、全然分かんなかった。そうなんだよね。怖くか。え、見たいな、パフォーマンス。絶対可愛い。いや、絶対日常が一番いいって。そりゃそう。そりゃそう。あ、なんかどんどんずれてっちゃうわ。いいのかしら、こんな。眠たくなっちゃった、本当に。どうちまちょ。日常ってコールも楽しいんだってよ。そうなんだ。本当に？みんな嘘ついてない？どこで言うの？ね。この車両はよ、満員でしょ、真の夢の顔。超絶かわいい、ひなちゃん。でも超絶かわいいっていう曲じゃないと思う。そうなのよ、この歌。そうなのよね。急にえ、じゃあちょっとこの流れに乗って言ってもいい？いいよ。あの皆さんがよく言ってるあの、はいせーのっていうやつ、何あれ。どっかの文化から来たんじゃない？なるほどね。前はなかった。なかったよね。うん、いつからか増えたよね。でも一体感増すのかな、そういうのって。わかんない、ひなこ。ライブに行ったことないし、他の人も。やっぱ。チップ掘るの2回目だからうまいかもしれない。どこ掘ってるのか分かんないもん。掘ってるわけじゃない。もう大変ですわ。やっぱ声かわいいね。でも真夏さんの声も聞こえてきちゃうのはなんでだろう。聞こえてこない？こっそりと。みんなが混ざってる声が真夏さんっぽいのかな。確かに。ね。それが。デデ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 ンが好き。何それ、分かんない。 A メロらへんの音できた。チップイエーイ。じゃあミリア村長削っていいよ。変わったよっか村長。うん、そのなんかデザインカッターやったことないから。分かった、カッター言うか、交換してみる。じゃあ村長進めてみる。あ、そっか、うん、なんか難しそうこっち。あ、だから自分の書きやすいようにやっていいよ。でもこれぐらいのちっちゃさが怖いかな。うん、丸い兄弟。ミリア、あれどう思う？どうだろう、どうだろうか。あ、どうだろう。どうだろう。違うよね、やっぱり。あ、今日初めてひなこ一緒にお仕事してるんだけど。ミリアは何度目かもしれないけど、うん、大丈夫かな。大丈夫、あの優しいから。いいね、その優しいって言葉すごい大事だと思う。うん、うん、優しいよねって言えば、まあまあじゃあ優しくしとこうかなって思えるもんね。それ言うそこ前で言う。いや普通に人ってさ、そうじゃない。いや、まあそう、私も優しいねって言われたら調子乗っちゃう。無事よ、優しくしようかなってなっちゃう。え、ちょっとうち兄弟ってミリアのこのちっちゃさいいと思うんだよね、やっぱり。その小ささを真似りゃええやん。誰も同じように、今日も明日も降りたくなるんだ。知らない道、本当なんかいい歩けるかな。早く終わるわって思ってたら全然終わんないね。
We'll be right back.